どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部豊です。今回は中華製の PD20W 対応の USB 充電器を紹介します。 GTMAX 今回紹介するのはこちら、素直な虹の PD20W 対応 USB 充電器です。この素直な虹は深圳にある会社です。 Amazon では899円で販売され、セール時には674円で販売されていました。中国のよくわからないメーカーっていうのは袋に入れて雑な梱包で送ってくるってイメージ強いんですけども、この素直な虹はちゃんとね、あの箱になってるんで、この辺は好感が持てますね。早速開けてみましょう。それではオープン。ジャンとこちらになりますね。性能がどうなるかっていうのは計測してみないとわからないので、早速 PD の性能を計測してみましょう。 iPhone11 の充電残量 1% から15分でどのくらい回復するかを計測します。それじゃあ素直な虹の PD の計測をしてみましょう。45分から15分間充電してみたいと思います。同梱物はまず本体、品質保証書、こちらがレター to the buyer、 Best wishes to you と書いてますね。顧客サポートの連絡アドレスですね。以上です。本体になんかフィルムが巻かれてるので、これも外してみましょうね。ここからこういう感じですね。まあ本体はこういう感じで光沢感のある筐体ですね。手にして思ったのはまずサイズがでかいなと思いましたね。それではスペックです。 PD20W 対応のスマホ向け USB 充電器です。端子は USB Type-C、出力は 9V 時に 2.22A、 サイズは 7.1×3×2.5cm、 重さは 18.14g です。同梱物にあった保証書には18ヶ月の保証があると書いてありました。この素直な虹の USB 充電器は Apple の PD 対応 USB 充電器を元にしているので、最近の PD 対応 USB 充電器よりも大きめですね。アンカーパワーポート3など 20W と比べるとこんな感じ。プラグを含めた大きさで考えても大きいですね。奥行きに関して言うとアンカーの方がちょっと大きいんですよね。ただね、横幅はもう全然比べ物にならないぐらいでかいんで、大きさを感じる USB 充電器ですね。エレコムの PD 対応 USB 充電器と比べるとこんな感じですね。プラグも含めた大きさは両方ともそんな変わんないんですけど、エレコムの場合はこうやってねプラグが折りたためるので、その分コンパクトになってますね。厚みは意外とエレコムの方がありますね。ちょっと微妙な差なんで分かんないと思うんですけど、少しエレコムの方が大きいですね。これプラグが折りたたみ式になってれば、あのこっちの方が使いやすかったんじゃないかなというふうに思いますね。で、重さは 18g と、先ほど紹介したアンカーのパワーポート3など 20W よりも軽いです。実際手に取ってみるとそんな差感じないんですけど、こっちのねエレコムと比べるともう断然こっちの方が軽いんですよ。この大きさで重さがあんまりないっていうのは、逆に言うと中身がスッカスカって可能性あるので、性能がどうなのか計測の結果が楽しみですね。結果は15分で 32% でした。 PD20W 対応の USB 充電器は総じて 30% 以上の回復量があるので、素直な虹の 32% というのはかなり優秀な部類ですね。まあ最近いろいろやってみて、15分で 30% 以上という USB 充電器が多いので、そうなってくると PD の性能というよりもこの筐体の大きさとかプラグが折りたたみ式かどうかっていうことの方がポイントになってくるなっていうふうに思いますね。特にこの素直な虹の大きさというのは、今まで扱ってきた USB 充電器の中でもかなり大きいサイズなので、性能がいいだけに残念だなと思いますね。今回は素直な虹の PD 対応 USB 充電器を紹介しました。まあ、まとめてみると、性能は良い、価格はかなり安い、筐体はかなり大きい、めちゃ軽い、こんな感じですね。家に据え置きでそのまま挿してるだけっていうような状態にする場合だったら、この大きさとかそんな関係ないので、大きささえ気にならなければコスパ最強なのでおすすめします。興味ある方は手に取ってみてはいかがでしょうか。概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。
今回の動画が参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。